背景です。今回は渡辺 GM 補強する気なしということでですね、本日はね、渡辺 GM について話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、渡辺 GM が補強について言及ということでね、まぁ、ちょっとね、渡辺 GM の記事、まぁ、限界突破というメディアによってですね、ちょっと渡辺 GM の、まぁ、取材したね、あの記事が出ていたので、まぁ、ちょっとそれの一部を抜粋してですね、話していこうかなというふうに思うんですけど、渡辺 GM がね、ちょっとそのインタビューで、まあ、ライオンズの補強とかについてね、ちょっと言及をしたので、まあ、そこの部分をね、ちょっと、話していこうかなというふうに思います。まずはちょっと記事の方を読んでいきますね。そこでどうするかといっても、緊急トレードするにあたって主力選手の代わりを出すというわけにもいかない。では外国人は日本にはレベルの高いピッチャー陣がいる中で突然に来て対応できるバッターはなかなかいない。実際今年のプロ野球を見てもうちのマキノンが一番対応している部類に入ると思う。そのマキノンにしてもキャンプからやっていったからですから、シーズンに入って外国人を補強するのはなかなか難しい。ということはやはり今いるメンバーの中でやっていかなくちゃいけない。我々なんとかうまく進むに考えるけど、いるメンバーでなんとかよくするのが現場の仕事。俺は監督の時もいろいろやりました。まあ、北を抑えにしてみたり、枠用を抑えで使ったり、いるメンバーでなんとかやろうとすることも大事ということでですね。まあ、シーズン中の補強についても若干否定的な意見を交えながらですね、まあ、そういったちょっとインタビューをしていたということです。で、今回はですね、この渡辺 GM のちょっと発言についてね、話していこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、緊急トレードについても、シーズン中の補強について結構否定的な考えですね。外国人に関してもね、まあ、シーズン中に外国人を取るっていうこともなかなか難しいんだということを言っております。まあ、今まさにね、補強期限7月31日っていうところがこう迫ってきていてですね、まあ、ライオンズも追加補強するのか、まあ、トレードないし、あるいは外国人補強あるのかってところがね、注目をされているんですけれども、まあ、相変わらずですね、またそこに関しても結構否定的ということになっております。で、まあ、今いるメンバーでやりくりしていくことの重要性を主張ということで、まあ、今いるメンバーでどうやりくりしていくかも大事ということでですね、まあ、そこもやっぱりね、結局はまあ今いるメンバーでっていうことを言ってるので、まあ、何かね、戦力的に上乗せをしていこうという姿勢はまあ示していない。まあ、シーズン中の補強については消極的な姿勢をですね、まあ、このインタビュー越しに表明をしているということになります。で、まあ、ちょっとこの発言についてね、僕も本当に気になったところが非常にあったので、ちょっと言及していきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、渡辺 GM はね、こう今いるメンバーでまあやっていくことも非常に大事だということを言っていたんですけど、まあ、正直もう今の今年のライオンズに関してです。あくまでこれは今年のライオンズに関して言うと、今いるメンバーでもやりくりしようのないっていうのが僕現状だと思うんですよね。うん。まあ、本当に野手っていうところに関しては、本当にもう主力選手もまあ多数リストしてしまったりだとか、まあ、今シーズンに関してはね、ちょっとちょくちょく故障者も出ていたりしている中で、で、若い選手もなかなか育ってきてないわけですよね。で、まあ、本当にいろんな選手を僕今年は使ってやってると思うんですよ。もちろん起用法疑問が残る部分もあります。まあ、ベテラン選手をなぜかこう若い選手を優先的に使ったりだとか、結果残している選手よりもね、なかなか結果残していないベテラン選手を優先的に使ったりだとかってこうとかはね、まあ、若干は気になるところではあるんですけど、まあ、結構全般いろんな選手を使ってるなというふうに思うんですよ。まあ、ヨーカー選手を使ったりだとか、まあ、蛭間選手もね、一軍上げてきて使ったりだとか、長谷川選手もそうですし、まあ、西川真奈選手、高木渡選手あたりもなんだかんだ一軍で出番あります。川越選手も出ていった時もありました。若林選手だってね、出ていました。まあ、岸選手とか今出ていました。本当にこう、いろんな選手をどっかい引っかいしながらやってはいるんですけど、ただ結局いろんな選手を使っても、今こういう状況なわけですよね。だからもう正直、まあ、今いるメンバーでもやりくりしようがないっていうところがもう正直現実なのかなっていうふうに思います。もう今のメンバーでやりくりして、まあ、勝っていく A クラス、あるいは優勝とかを目指していくところは、もう正直僕は限界を迎えているんじゃないかなというふうに思うんですよね。ただやっぱりその中でも今いるメンバーでどうやっていくかも重要だっていうことを、結局なんか若干僕的には発言はなんかもう現場に責任を押し付けてるようにちょっと感じてしまって、もちろん現場にも責任はあるとは思うんです。今いるメンバーでもっとよくやりくりしていく方法はあるとは思うんですけど、ただそもそも論、じゃどんだけうまくやりくりしたって今のメンバーで僕優勝できるのかって言ったら正直難しいと思うんですよね。そこに関して、まあ、何もね、こう手こ入れをしない、まあ、補強をしない、まあ、補強をできないにしろそういった姿勢も見せないっていうところがちょっとこれ GM っていうフロントのね、まあ、一番こう まあ、トップではないですけど、まあ、一番編成のね、こう上にいる人の発言としてはちょっと考え方として論気すぎるんじゃないかなと
というふうに思います。なんならちょっともう補強しない言い訳だったりとか逃げ道を作っているようにちょっと感じられてしまう。まあこれ例えば A クラス争いとかまだできてるならいいんですけど、ダントツ最下位にいてこういった発言をちょっとされてしまうと、ちょっと僕ファンの立場で言うと、いやいや、いくらなんでも論気すぎるんじゃないかなというふうに思ってしまうんですよね。でも渡辺 GM はですね、まあちょっとね、あの別の記事にはなるんですけど、FA に関してもちょっと言及をしていました。まあこの取材を通して、あの記事がね、あの前編後編に分かれていて、まあその前編の方であの FA に関しても言及していたということなんですけども、まあ、FA に関しても一応こう流出しても仕方ないっていう考え方は持っていないみたいなんですね。こうなんとしてもやっぱりファンがいる限り、まあライオンズの顔となっている選手を絶対に引き止めていきたいし、まあ選手生命ずっとライオンズで終わらせていってほしいっていうふうにやっぱ渡辺 GM としても思っているということなんですけれども、まあただ結局ここに関しても、まあそういう気持ちは、気持ちだったり考え方はこう取材上では一応言ってるんですけど、まあ結果やっぱ伴ってないよなっていうところなんですよね。まあ本当に近年に関しては、まあ浅村選手、秋山選手、森友選手、まあこの3人が FA で流出してしまっている。で、秋山選手、アメリカから日本に帰ってくるってなった時も、まあ結局ね、西武声をかけたけど、まあカープに取られてしまったというところがあってですね、まあ移籍だったり獲得っていうところ、まあ流出の阻止だったり獲得っていうところに結局失敗をしてしまっていてですね、まあそこに関しても、まあ一応流出しても仕方ないっていう考えは持ってないにしろ、まあ結果は伴ってない、行動が伴っていないというところがあります。で、結局、まあそういったのをこう1年だけじゃない、例えば浅村選手が抜けてしまって、まあ秋山選手もちゃんと西武戻ってきました、森友哉選手も引き止められました、だったら全然 OK だと思うんですけど、結局浅村選手抜けて、またその後もまあ続いちゃってるんですよね。改善が全然見られていないっていうところ。で、獲得、まあ近藤選手の獲得とかも動いてはみたり、まあ、福田選手の獲得動いたら見たりはしたけど、結局失敗がついてしまっているっていうところで、こう失敗からこうもっともっと良くしていこうっていうその改善がやっぱ見られていないっていうところが、結局なんかこれも口だけになってしまってるのかなっていうふうに僕は若干感じた部分でもありました。で、渡辺 GM はね、こう若手の伸び悩みとこうに関してもね、まあ、問題視をしているということで、まあ、若い選手の成長スピードが遅いことに関しては、フロントだったりアナリスト含めてミーティングを開いてで、まあ、そこに関しては多分球団全体で問題視をしているというところですよね。まあ、それはもちろんそうだなっていうふうに思います。あの、外崎選手がレギュラー2017年取りましたけれども、あの、それ以降レギュラーと言えるような選手たちが、2018年、19年、20年、21年、22年、まるまる5年間、で、今年23年含めた6年間、出てきていないということになりますんで、まあ、それはもう本当に、あの、本当に問題視してほしいし、でそれだけ若い選手出てきてないにもかかわらず、まあ、外からね、野手、まあ、補強しようとしていないところ、まあ、補強しようとはしてるんだけど、まあ、結局失敗もしてしまっているし、まあ、引き止めっていうところも結局できていないっていうところなんですよね。もちろん若手の成長スピードが遅いところもそうだけど、そこの穴埋めをしようとする補強だったりとか引き止めができていないっていうところが、まあ、そこももっともやっぱ問題視してほしいなっていうふうに思うので、まあ、とにかく本当に、まあ、若手の育成、補強、まあ、流出阻止っていうところを含めて、やっぱり全て至っていないっていうのが、今のライオンズ球団の、まあ、現実ということになってしまっているので、まあ、そこはやっぱりちょっと GM として、あの、しっかりですね、責任を果たしていってほしいなというふうに思います。もちろん、外崎選手を引き止めたり、源田選手を引き止めたり、まあ、増田達也投手を引き止めたりですね、変わってきている部分も僕は十分あるなというふうに感じます。渡辺 GM になって結構変わってきた部分はあるなというふうには感じてはいつつも、ただやっぱり、ちょっと今のこのライオンズの現状を分かっておきながら、こういったちょっとの若干まあのんきというか、ちょっとまあその補強しない言い訳を作っているような発言っていうのは、まあちょっとやっぱりまあ何かしらね、補強できない事情は当然あるんだと思うんですけれども、まあファンとしてはちょっと残念だなっていうふうに思いますので、まあちょっとね、今シーズンに関してはまだ分かんないですけれども、まあやはりね、僕はやっぱり強いライオンズを見たい、ただそれだけなので、やっぱ優勝を狙える戦力っていうところを、まあ、揃える、そこに対して最大限動くっていうところが、まあ、GM を含めてやっぱりフロントの方々ねやっていってほしいところだなというふうに思います。なので、まあ、ちょっと今シーズンのシーズン中の補強ってところはまたなかなか今年も期待はできないかもしれないんですけど、まあ、あるいはねシーズン終わった後来シーズンに向けての補強っていうところに関しては、やっぱり来シーズンしっかりと優勝できるチーム作りっていうところを、これはもう球団全体フロントでまずはね、しっかりとやっていってほしいなというふうに思いますし、まあそれがやっぱりね、フロントの務めなんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ皆さんもね、ここに関してはいろいろ意見、考えあると思いますので、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。